お昼言うてたのは、音をね、上の時に下を誘って、リララララリレララってやるっていう意味でした。ちょっと文字ではものすごい難しかったですね。でね、下の音をね、ちょっと貯めるといいんですよ。あ、下っていうか、だから上の音。しろどしらってすぐ通過的に行くんじゃなくて、ちょっと、ティララずしっと、ちょっと、グリグリグリって押してあげる。しろどしららしれらそそらファミファみたいな。で、何はともあれですね、それをするためには、やっぱり呼吸の、力っていうのが、力じゃないんだけど、呼吸の量っていうのがものすごい必要なので、呼吸をするんですけど、みんな、す、あの、要するに吸えないんですよね。だから、吐いてあげる、まず吐き切ることが一番大事です。ほんだらリップスラーとかね、そんな関係なくね、パーって出るんで。こう吐き切る、はからこう吸います。ほうで、ほう。ていうのが最新の、吸い方。でね、そのまんまね、はあ、吐き切ってからの。で、リララリララリララっていうのと、ホルンを交互にやると、交互に。ディララリラ、息を吐き切って、ぜひ練習してみてください。今日の動画良かったねと思っていただける方は、どうかいいねボタンとですね、チャンネル登録の方、コメントの方に何か、見ましたと書いておいてください。そしてですね、17の方もですね、毎日やっておりますんでですね、ぜひね、17のアプリ開いて、応援しに来ていただけたらと思います。プライベートレッスン、オンラインレッスンの方もですね、やっておりますんでですね、概要欄に貼り付けておきますんでですね、どうか、見てみてください。はい、それでは今日の動画は以上となります。Thank you, everybody! Thank you です。Thank you, thank you! リップスラーっていうね、リップっていう言葉がいかんのですよ。リップで上がるんじゃないんですよ。たーっていくだけ。ロングトーンです。リップじゃなくって。そうです、そうです。ほうで吸う感じ。ほんで、分かれへんかったら、これをね、もうね、これホースなんですけど、ガバッと加えて、ターン、ターン。で、休み。で、ターン、ターン、休み。っていうのを繰り返したら、休み。あ、これおすすめですよ。ホルン奏法変わると、あ、そうそう、僕、レッスンの時に最初にこれやるんですけど、みんなガラッと変わって帰っていかれますね。いやー、everybody。この左とね、右手とね、一緒にやったったらいいですよ。注意点が1点だけあります。顎を吸いながら下げることです。こういっちゃうんで、で指をあれしたら、この音になるんで、これはね、日本では教えてない呼吸法なんですよ。だからね、シカゴでずっとやってきたんですけど、日本の50年進んでるって言われてるんですけど、ちょっとね、特殊なんですけど、極めたら、めちゃめちゃ鬼エグなんでね。
ぜひ、everybody。Thank you です。いや、ぜひね、息を吐き切るところからね、始めてください。すべてはそこからです。あの、ひだのりの、あの、生徒さんでも、あの、吐き切ってもらって、そこから唾を捨ててもらうんですよ。ほんだら、ジューって吸えるから、ほうで吸う感じ。まずはこの音だけできるようになったらもうあとは余裕っちゅです。まっぴつけて吸わないようにね、まっぴを離して方で吸って、ほんでつけて拭くみたいな。こう指でこうやってやる。で昔はこれでやってたんで、シカゴで習ってきたのはこれでも、最近のシカゴのビデオ見たらこれでやってる。まあ全部やってみて、風を一番感じれるやつ、ターンのターンです。はあ、ぜひね、あの、覚えちゃってください。じゃあ待ってる間あれしよっか、あと5分で震えるということなんで。そう、ほうで吸う感じ、みんなね、はーで吸っちゃうんですよ。はーって、これ意外と全然吸えてないんですよね。だから、掘るんやったら、あの、唾捨てるのないけど、はーってあれして、ほんで、ふーって、もう、ないっていう、あの、真空状態にするのね、肺の中。100%。あの、0%。だから、0% にして、そっから唾捨てようと思ったら、実は捨てれんのね。ってことは、0% まで真空状態じゃなかったっていうことです。で、ピッてやると、割ともう 0% まで真空状態に肺をしてから、ちょっと開けてあげるとパーンって吸えるんで、ターンって、蓋をちょっとだけ開けてあげるだけでターンって吸えます。ぐらいまでやってます。で、あの、オーケストラ出身で、あの、その時にね、あの、シカゴのね、あの、アーノルド・ジェイコブス先生っていうチューバの先生なんですけどね、その人の呼吸法で、その先生っていうのはね、あの、もう世界でももうナンバーワンの偉大な、呼吸の対価って言われているんですけど、それがですね、なんとですね、肺1個しかあらへんのですよ。幼年の時にかかった。だからキャパシティ的には 2200cc ぐらい。でも、どうやったら肺を、こう、呼吸を円滑にできるかなって考えて考えて、編み出した、その、奏法。ところがね、みんなね、僕もね、あの、通訳とかさせてもらってね、あの、いろんな、あの、ね、あの、トップの交響楽団の首席とかの人が来るんですけど、ああ、なるほど、ああいう吸い方もあるんか、で終わっちゃうんですよね。すごい残念でした。もう、あれしかないと思ってます。みんなね、こう、横からとかね、ひーってね、あれしてね、で、はぁとか吸っちゃうんですよ。違うんですよ。まっぴを離したまんま、こっから、ほんでつける。これでも余裕っちですよ。乗ったらね、ターン行くん違うかって。ぜひね、あの、シカゴ交響楽団を聞いちゃってください。シカゴ交響楽団、サー・ゲオルグ・ショルティ率いるシカゴ交響楽団、これめちゃめちゃおすすめなんで、それ聞いた方が早いかもしれないです。全員その呼吸法ができてるんで、はあ、アーノルド・ジェイコブ先生もおるし、サー・ゲオルグ・ショルティでないとダメです。ショルティ指揮者、ショルティ指揮者、指揮者がショルティで、近代のやつの方がいいですね。例えばブルックナーだとか、リヒャルト・シュトラウスだとか、そういう、近代系で の, あの、まあ、ビルトーゾ系っていうか、リチャード・ワーグナーとかもめっちゃいいし、マーラーとかもいいし、僕のおすすめは、あの、ブルックナー7番とか8番、めちゃめちゃおすすめですよ、シカゴシンフォニー。ショルティ式でね、ぜひ聞いてください。